どうも皆さん、マーシーです。というわけでマーシーがお送りいたします。バンドリ来ましたね。とうとう来ました。ハローハッピーワールドのニューカバー曲、回れ雪月花。今回はですね、こちらの曲をですね、プレイして、そちらをですね、実況させていただきます。それでは行きましょう。レッツプレイガーズバンドパーティー。さあ、例によって後付けて実況させていただきます。よろしくお願いします。今回もですね、左上に手元動画を載っけておりますので、そちらもご参考までにご覧ください。さあ、いきなりこうやってね、フリックから始まります。フリック苦手な方いらっしゃったらね、結構要注意です。僕も何回かここで失敗しました。さあ、ここですね、スライドとフリック両方置きます。基本的にね、フリックの両端の方を忘れずにやるとうまくできます。そしてトリルが続きます。トリルね、苦手な方ですね、結構いい練習になるんじゃないでしょうか。さあ、ここからですね、一気にですね、ちょっと難しくなってくるイメージがあります。さあ、ここもフリック両端になります。基本的に結構僕もなんですけど、フリック苦手な方はですね、両端に、ね、フリックあるのを忘れてる方多いんでね、フリックは、大体ガルパの曲はフリック両端にあるということをね、忘れてやるといいでしょう。さあ、ここですが、このスライドはですね、単発モードで気持ち長めに押すイメージでやるとうまくいきます。さあ、ここからですね、サビに向かいます。サビね。多かったんじゃないですか。YouTube でね、最初に出ましたけれど。さあ、話題のサビが始まります。そう、これですね。おお、これびっくりしましたよ。このノートですけれども、単発ノートが両端にありまして、スライドした指を次の単発ノートへ移すと、結構スムーズにできます。スピードになれるようにしていきましょう。さあ、もう一回同じようなこのね、ノートが続いてます。ここ俺も最初見た時びっくりしましたね。さあ、ここからですね、一気に後半に入っていきます。後半もですね、前半と同じような譜面が続きますのでね、はい、前半ができる方は難なくできるでしょう。さあ、ここから、前半と同じ譜面ですね。基本的にはそんなに難しいものではないかなと私は思っています。はい、ここも同じようにね、スライドと、フリックが続いておりますので、ここと、最後にフィニッシュに持っていく。これで一応フルコンボができました。火の打ち所がないとはまさにこのことだね。さあ、今回はこのような結果になりました。まあ、フルコンはできましたね、なんとかね。もうちょっとこう頑張ればもっと精度が良くなるのかなと私は思いました。まあ、27の曲の中ではわりかし簡単なのかなと、あそこのサビのね、あそこだけ、頑張ればなんとかなるんじゃないかなと思います。何よりこの曲すごい楽しいのでね、ぜひ、プレイしてみて自身のレベルを上げてみてはいかがでしょうか。それでは皆さん、またね。バイバイ。